思いのが可愛いや打ってくるな。すごい、羽が2個ついてんだね。ずーっと打ってるけどここまで届かないみたいです。こんにちは、土の子です。さあ、ゼルダの伝説続きやっていきましょう。小さな鍵をね手に入れて、多分ねこっちだよね、小さな鍵入れるの、入れるとこがあるの。いて、ちょこんにゃろこれでしょ。よし、開きました。これか、こうなっちゃってんのか。でこっちは、あ、じゃああれだね、これは飛行石を打たなきゃいけない。時空石か、飛行石じゃない、時空石を打って L を押すとのなんかなるって言ったけど、あー、ほんとだ。へえあ、ほんとだ、 L で素早くいけるんだ。これは分かんなかったですね。コメントで成長していく土の子です。どうも。ここが入れると、あ、でここからもしかしたら打てるのかな。よし、オッケー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 。違う、そっちじゃない、ちょっとそっちじゃない。よし、オッケーほんで、よし、いいですね、バッチリ。ほいほい、行きましょう。ちょっと待って、よし、やばい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 、待って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 、ちょー、ふざけんな、ちょ待って、死ぬ死ぬ死ぬ、くっそ、ちょ待ってよー、あ、やべえ、あ、落ちた、そう、最悪だもうあの、薬がないのを忘れてた。こほい、お、それでここが開くんだ。 OKボス宝箱でしょ、これボス鍵でしょ、これ出ました、生かしたぞ、手に入れた。よしよし、来たぞこれ。あ、で、あれだ、みんながコメントしてくれてた、そういえば宝箱めちゃあるとこあるんですよっつって、それちょっと取り行くか。ここから、B さんから上がるから、多分あの左奥から行くんだろうね。あ、ここっぽいな、あそこっぽいな。はいはい、おお、しけたいけたいけた、これでしょ皆様ほんとだわ、あのマップ見たらわかるね。出ました、何がゲットできるんだろうな。なんだ、魔物の角笛、5個も手に入れられちゃう。いいのあるかな。お、シルバールピー、次はいい音楽がずっと聴けちゃう。蛇の結晶、なんかこれだけなんか音が悪いってことはあんまりレアじゃないのかな。シルバールピー、結構お金貯まってきたな、何に使おうか。魔物の角笛200と魔物の角笛2と
ジャノルピーでしたね。ジャノルピーじゃねえや。おっしゃ、ボスの部屋まで来たね。じゃあちょっと一旦戻って体勢整えるか。できたらなんか改造もしたいな。鳥の羽がないと確か盾は改造できなかったはず。あ、そういやなんかこんなのゲットしてた。あ、まず、あ、間違えた。あ、ちょっと危ねえ。ああ、お客様、本日新商品を入荷しております。矢筒ショーでございます。いらないかな。おーい、来たよ。あ、いらっしゃい。また来てくれたのね。何でも預かるわ。今日も預けたりする？ちょっとあれだね、好意はあるけど感じ。どうしようかな。キービンハートメダル、どう、どれをバーイどれを改造したらいいかわかんねえな。改造できる、できますかね。あー、小鳥の羽がダメでしょ。これもダンブルビードがいっぱいないとダメ。これは、あ、闇のマガ玉、あ、いけるじゃんこれ。結構改造しとこう。拡散パチンコ団になった。はい、よろしく。これはまあアイテム結構揃ってるからね。よし、拡散パチンコ団、よし。ハートの薬を買っていきましょう。20ルピーなら惜しくない、惜しくない。よし。あれ、そういえば空き瓶をなんか取り忘れてますよって言ってたな。どこで取れるんだろうか。やべ、もうちょっとちゃんとコメント読めばよかった。これはなんだっけ。地図に虫のいる場所が現れる。へえ、いいね。1000ルピーか。これは、ああ、冒険ポーチね。冒険ポーチも必要かもしれないな。これは命のメダルだから、なんだこれ、これなんだろうこれでも割れたら、死んだ時に割れて復活みたいだったら嫌だな。虫メダルかポーチだけど、やっぱポーチが一番やっぱ重要かな。600ルキーちょっと高くなってるけど買っちゃうか。これ重要だもんね。 OK、 よーし、行くぞー。これなんだろう、これタコみたいなんかイカ、これ、これこうなんだな多分。おい、できました。どうだ、中に誰がいるんだ。ギラーリ、なんだこれ、ボスじゃない、もしかして。なんだ、え、え、なに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 、なに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 、なんだなんだなんだ、え、あれ、なんか急に船が傾き始めたぞ。ちょっとやばい。ああ、マスターに報告。この触手は巨大な魔物のものと推定。状況は不明ですが、この船が襲われているようです。せっかく扉開いたのに。放置するとこの船が沈む確率 80%。 聖なる力で撃退し、外に出て状況を確認することが推奨です。これか、あれ、ここから、これか。おい、よし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 、ほら、よし、外に出るぞ。あー、びっくりしたなんか来てるなとは思ったけど、
ちょっと待てや、セブテントリオンみたいになってるよ。ちょっと、うわー、ちょっと酔いそう。やべえめっちゃ食らってるこれ。はいはい、うわー、あ、ちょっとちょっとちょっと、あー、よし、あ、こうか、こっちか、うわもうさっきまでの船じゃない、もうここは後戻りできねえぞ。マスター、あの扉の向こうから邪悪な気配を感じます。この船は破壊している触手の本体が存在する可能性 90%、 十分な心構えを持って船外へ出てください。十分な心構えってセーブさせてくれないじゃん。行くか。何何？え、もうほとんど沈んでないこれ。ああ、嘘。何これ、タコ？イカ？何こいつ！目を弓でいるっていうのだけは分かった。古代怪獣ダイタゴス、ダイダゴス。どうしたらいいの？なんか、あー、これを切れってか。え、嘘ちょっと待ってよこうか、動き回りながら、ほい、よっしゃ、いいぞ、切れてる切れてる。おお、なんか出たぞ。注目の対象、ダイダゴス。古代怪獣の異名を取り、その昔太古の海を支配していたと言われている怪物です。その太い触手は撃退しても一定時間で再生します。現在提供可能。 OK、 分かった。これ絶対、待って、あー、ちょっとむずいわ、ちょむずくないこれ。よしよしよし、やっぱりね。でしょ、なになになに、ここ、おらおらおら、よし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 、大丈夫大丈夫、わかるわかる髪の毛切っちゃった。で、中戻ると、ちょっとなんかおかしいよ、上がんなくなっちゃった。あれ、あ、来るか、ちょっとちょっと、なんかおかしい、ちょっとちょっとおかしいよ、見えないんだもん。ちょ、待って待って待って、ふざけんちょ待ってや、ほんとひどい。ちょ、飲みづら、
よっしゃ当たった。おらおら、どうだ、まだ、なんかちっちゃくなったよ。上か。よし、上上がったよ。なにこれ、こんなとこにやってきた。怖っ。何してくる。うわあ、ちょっと待って。あー、違う。超やば、何こいつら。やっべ、ちょっとなんかおかしいんだってねえ、上上げさせて頼むから。上上がんないの、上上げてんのに。あれかな、普通に切っていいのかな。あ、普通に切って良さそう。ちょ待って、うーわしんど、ちょしんどすぎるマジで。なんだこれ、よし、来た。はい。しんどすぎるマジで。うわー、もう。よし、あーつっそ。ちょ、なんでなんでよ、もうほんと腹立つわ。なんで変わっちゃうの。よし、よっしゃ、どうだ、やったか。もうやだ。よし、あー、よかった。出た、ハート出た。熱い、もうめちゃめちゃ熱い、汗だくです今。8。何このマーク。おお、出たぞ。ちょっともらおう、これ。まずはハートの器手に入れました。やった、おお、これが聖なる炎か。今回は青ですかね。
まぶしい。ファイちゃん入っちゃうの？ああ。どうなった？行っちゃった。なんちゅう顔してんの、リンク。あ、来たぞ。逃げる。苦しいのか？お戻り？おお。また聖なる炎をまとったぞ。剣を天に掲げ、ネイルの炎を受け、剣が成長した。ファイが新たな力を目覚めた。あらー、ダウジングめっちゃできるようになった。やりました。でもまだまだあれだね、見慣れてるマスターソードではないよねこれ。ふん、覇者剣聖。ふんふん。なんでこんな格好つけたの？青いピアスしてた。なんだ？ 2 個目のとんがりが2つ。おにぎり食いたい。どうしました？マスターは新たな歌を手に入れる力を得ました。空の歌島へ戻ることを推奨します。船取り戻してくれてありがとうケロ。でもボロボロにしちゃったけど。ボロボロに壊れちまっただがな、仲間と頑張って修理するケロ。お前も大切な人に会えるといいな。頑張るんだぞ。またいつでも会いに来るが、歓迎するケロ。ケローン。いいのかなこれ、一人で運転しろってことこれ。おい船長、どういうことだ。おい帰れねえぞ。どうした？早く行けケロ。大切な人を探さなきゃならねえだろ。あ、なるほど。戻らない。あ、なるほど。これあれか。一番最初のとこか、これ。今回も熱い戦いだったぜ、ほんと。あ、ちょ、もう後ろ入んないで。後ろ潜っていかないでね。よし。来ましたよ。もうこれ次最後でしょ？何かそういや、あ、あれか、ダウジングがいっぱいできるようになったぐらいか。そこから出てくんの？なんか位置変わってない？紋章にスカイボードを当てたことで女神様の言葉がファイの中に目覚めました。マスターへと送られた女神様よりのメッセージです。また踊るの？かわいいね。聖なる炎を求めし者よ、この言葉に三度耳を傾けてください。私は時の彼方よりあなたを導く者。聖なる炎は残り一つ。あなたがそれを欲するならば、新たな神器をも手に入れねばなりません。神器はあなたが試練を乗り越えるたびにその手に授けられるでしょう。そして神器の力を借り、進む道の先であなたは聖なる炎の美しさを目にするはずです。目回らないのかな、あの回り方。目回らないんだよね。でもね、ではこれより歌を授けましょう。オルディン火山に眠る最後の試練です。オルディンの試練か、なんかちょっとかっこいいね。うん、なんかアラビアっぽい、アラジンっぽい。なんか赤い光がすごい。また鳥たちが待ってる。これが天国か。キシャー。何がキシャーって言ってんの。弾けちゃった。ディンの力、それがこの曲の名、
マスターを導く強き調べです。リンの力を覚えた。下から出てくるっていうね。ファイはディンの力を記録。ダウジングにて試練の入り口の探知が可能となりました。オルディン火山へお迎えください。 OK。 よし、じゃあとりあえず今回はここら辺で終わっておきましょうか。次回はオルディン地方へ行く。あとはそうだな、ルーレットのやつとかまだやってないので、ルーレットのやつをハメに行ってみましょうか。よかったらまた次回も見てください。それでは土の子でした。最後まで動画を見てくれてありがとう。おすすめ動画もよかったら見てね。チャンネル登録まだの人は登録もお願い。ゲーム以外の動画は実写チャンネルに投稿してるよ。遊びに来てね。